アフリカゾウってどれくらい食べるの？アフリカに住むアフリカゾウ、植物の根や木の皮を食べるんだけど、食べる量が半端じゃない。1日に100キロから300キロも食べるんだ。水だって190リットルも飲んじゃう。その分うんちもすごいよ。1日に10回もするんだ。しかも1回に2、3キロのうんちを5、6個もするんだ。動物園の飼育員さんも大変だろうね。今日も見てくれてありがとう。またねー。